第5弾の忍者号めっちゃ人気ですね。おー、これは600円の割には結構よくできています。第3弾のディズニープリンセスのシンデレラのセットがなんかすごくなっちゃいます。皆さんこんにちは、ジェイソーレグブルだ。ひろゆな、はい、今回の動画は、はい、こちゃん、コンビニ限定レゴ第3弾と第5弾を一気に開けてレビューします。はい、では開けましょう。ちなみに第3弾が発売されたのが3月か4月あたりに発売されて、で買ってレビューしようと思ってたんですけど、勉強に集中しないといけなかったので開けずにそのままになったのと、で次の第4弾なんですけど、どこにも売ってなくて、京都市内のコンビニほぼ全部回ったんですけど、どこも売ってませんでした。で第5弾は全部4種類なんですけど、僕が行ったコンビニではこちらの3種類しかありませんでした。第5弾の忍者号めっちゃ人気ですね。ちなみにこちらのお値段は1つ税込みで660円です。第3弾はレゴシティのパトカーとレゴマインクラフトとレゴディズニーのシンデレラが入っています。で第5弾はレゴシティの消防ボートとポリスのヘリコプターとレゴハリーポッターです。ではまずは第3弾から組み立てます。はい、すべて組み立てました。おー、これは600円の割には結構よくできています。はい、まずはレゴシティのパトカーから見ましょう。はい、こちらが警官です。全体はこのようになってます。制服はクリアブルーになっています。はい、そしてこれがパトカー本体です。全体はこんな感じです。タイヤがついてますのでコロ走行で遊べれます。はい、近くで見るとこんな感じです。パトカーなんですけど、個人的にこれジェットコースターですね。ではミニフィグを座らせます。はい、座らせてみるとこんな感じです。では次はこちらのマインクラフトです。第1弾の時はスティーブとクリーパーだったんですけど、今回はアレックスとスケルトンになっています。アレックスとスケルトンはレゴマインクラフトについてくるものと一緒です。そしてこちらは畑とディスペンサーになっています。畑に植えてるのがスイカかジャガイモで、反対側にはキノコがあります。そしてこれにはディスペンサー発射ギミックがあります。では発射させます。では発射させます。威力は危なくないように弱めになっています。はい、レゴマインクラフトはこんな感じです。はい、じゃあ第3弾最後はディズニープリンセスのシンデレラです。はい、これがシンデレラです。全体はこのようになっています。シンデレラのミニフィグはレゴフレンズ仕様になっています。そしてこれがハムスターなのか子グマなのかわかりませんけど、まあ見た感じハムスターですね。これ頭の帽子とこれのサイズがなんか合わないような。これ頭の帽子取り外した方がまあいいですね。はい、続いてこちらがシンデレラ城です。はい、全体はこのようになっています。正面はこのようになっています。ところどころ城のデザインがあります。これがカボチャで、これがランタンで、この二つは風船になっています。この窓パーツはプリントパーツになっています。この屋根のパーツが個人的に好きです。で、これ後ろどうなってるのかというと、はい、こちら。もう後ろはスカスカになっています。まあ、これがミニセットの宿命なのかな。はい、レゴディズニープリンセスのシンデレラはこんな感じです。はい、では次は第5弾を組み立てます。
はい、第5弾の3種類を全部組み立てました。第3弾見て第5弾見比べちゃうと、第3弾のディズニープリンセスのシンデレラのセットがなんかすごくなっちゃいます。はい、ではまずはこちらのレゴシティの警察のヘリコプターを見ましょう。はい、こちらがヘリコプターのパイロットです。ミニフィグの顔に通信機がついています。このパイロット結構すごいです。はい、で、こちらがヘリコプターです。全体は、このようになってます。上のプロペラと、後ろのプロペラが回転します。そして側面には、手錠がついています。操縦席はこのようになっています。今回レバーじゃなくてメーターになっています。では、ミニフィグを座らせます。はい、ミニフィグを座らせるとこんな感じです。はい、次はこちらの消防隊のボートです。この消防隊のボートが第5弾の中で一番パーツが少ないです。はい、消防隊員の全体はこのようになってます。レゴシティの消防隊シリーズあんま買ってないんですけど、隊服って黄色なんですね。で、こちらが火元です。はい、こちらが消防隊のボートです。全体はこのようになっています。個人的に結構小さいです。ボートの先端に水の発射ギミックがあります。まあ、水の発射というよりかはこれ完全にミサイル発射ギミックです。いきます。ではミニフィグを立たせます。はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。で、こっから火元に向かって、発射。あ、外れちゃった。発射。あ、当たんないな、これ。このパーツが小さいので結構当てづらいです。よし、当たった。はい、レゴシティ消防隊のボートはこんな感じです。はい、では最後はハリーポッターとヘドウィックのセットです。ハリーポッターなんですけど、まあ一応全部は見てるんですけど、これといって詳しいわけではないので、ちょっと間違ってるとこもあるかもしれないんで、まあそこはご了承ください。はい、これがハリーです。全体はこのようになっています。で、このハリーのミニフィグちょっと見えづらいんですけど、ちゃんと額に傷があります。これすごいな。で、こちらのハリーの顔はリバーシブルフェイスとなってますので、はい、このように変えることができます。はい、そしてこれがヘドウィックです。全体はこのようになってます。ヘドウィックの完成度めちゃくちゃ高いです。そしてこちらがディナーテーブルで、全体はこのようになってます。テーブルのパーツ自体は結構シンプルなんですけど、結構よくできています。はい、ハリーを置いてみるとこんな感じです。はい、第3弾と第5弾のミニキットを並べるとこんな感じです。第3弾に関しては今までのシリーズ通り出てきて、第5弾に関しては新しくハリーポッターシリーズが出ました。コンビニ限定のレゴのミニキットもいっぱい種類が増えたので、第6弾も楽しみです。はい、コンビニ限定レゴミニキット第3弾と第5弾はこんな感じです。はい、ということで、コンビニ限定レゴミニキット第3弾と第5弾を開けてレビューしていました。毎度言ってるんですけど、お手頃価格で手に入るレゴのミニキットはすごくいいと思います。まあ個人的に言えば第4弾が欲しいです。まあでも第4弾に関してはほぼほぼ再販は不可能だと思ってるので、第4弾に関しては諦めます。コンビニ限定のレゴのミニキットは大人気なので、第6弾は絶対出ると思います。個人的には第6弾はレゴスターウォーズを出してほしいです。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。